戦のラストカード第6レースの予選競争です。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コース、4号艇、5号艇、6号艇、鈴木周馬、好スタートを切りました。1周1マーク、カードから仕掛けていけるか。4号艇の大橋、そして握っていった同時に3号艇庄司、庄司の先まくり割って切り込んでいる5号艇鈴木周馬、打ち粘った6号艇矢野、さらには4号艇足もくる。先頭抜け出した5号艇鈴木周馬が先頭一定心リード、追随再一切り込んだ6号艇矢野が2番手、3番手外は2号艇鈴木俊介、後方3号艇庄司、4号艇1号艇後藤は現在最後方。スタートは正常です。人気勢総崩れが白にマークの旋回、5号艇先頭鈴木周馬に打ちをつけ、6号艇矢野連氏が差し返しにくる。今度は6号艇矢野、5号艇鈴木周馬の突破争い、単独3番手2号艇鈴木俊介になって2周回目になります。届いてきたインコースは6号艇矢野、アウトコースは5号艇鈴木周馬、3番手は2号艇単独鈴木俊介です。2周1マークの旋回です。6号艇のが2周1マークの旋回からバックストレッチ、キラミン招集の5号艇、5号艇鈴木周馬2番手に交代、3番手は2号艇鈴木俊介、現在上位体系は6号2の体制となりました。後方ですが4号艇は3号艇庄司のセンター勢の4番手、最後方は1号艇で後藤となりまして、レーサー西のりマークの旋回です。センター勢が同時に握ってきました。外の2が差し出しの格好になって、先頭は6号艇矢野連勝となりました。前半レース汚名返上となりました。そして2番手は5号艇鈴木周馬が2番手、3番手は2号艇鈴木俊介が取り切っています。現在上位体系6号2の体制なんですが、かなりの後輩等が最終周回1マークにこれから向かいます。6号艇矢野連氏が正当、最終周回1番から最後のバックストレッチ、そして2番手のクリアは5号艇鈴木周馬がキープ、3番手も取り切れるか。2号艇の鈴木俊介、上の体系6号2の体制で4番手で競っています。3号艇庄司と4号艇氏、最高峰は1号艇のこと、上の体系は6号2の体制です。6号2で決まります。3連単の図 993.9 倍、最終ターンマークに向かいます。6号艇矢野が先頭、5号艇鈴木周馬が2番手、3番手も後続で抑えて2号艇鈴木俊介に届いてくるか。3号艇庄司ですが優勢か。先頭6番の矢野がゴリ、2着は5番の鈴木周馬ゴリ、粘りました2番鈴木俊介、3番手でゴリ、3番庄司、4番はしら